ウジェニード・モンティジョ、ウジェニード・モンティジョ、1826年5月5日から1920年7月11日は、フランス皇帝ナポレオン三世の皇后。テバ伯爵霊嬢マリア・エウヘニア・イナシア・アグスティナ・デ・パラホクスイ、キルク・パトリックとして生まれ、結婚に伴い、フランス皇后、ウジェニーとなった。スペイン・グラナダにおいて、テバ伯爵、 モンティホ伯爵、アルガバ公爵及び、ペニャルダ公爵の称号を持つスペイン貴族ドン、シプリアーノ・パラフォークス・イッポルト・カレルロと、スコットランド人の父とベルギー人の母の血を引く、マリア・マヌエラ・キルク・パトリックの間に生まれた。ドン・シプリアーノは、ボナパルト主義者であった。マヌエラの父、クローゼン・バーン出身のウィリアム・カーク・パトリックは、ザイマラガのアメリカ合衆国領事で、後に、 大手のワイン販売業者となった、エウヘニアの一つ上の姉マリア・フランシスカ・デサレスも、また、バカの愛称で知られる。二人は1834年から1838年まで、パリのサンジェルマン地区バレンヌ街にある、サクレクール寺院女子動員で教育を受けていた。そこでは彼女は、揺るぎないカトリックとしての教えを受ける。ここは厳格なカトリック教育をすることで知られており、 ここでの日々は、エウヘニアの信仰に大きな影をもたらした。エウヘニア・デ・モンティホの名は、サクレクールで学んでいる頃から、フランス国内で知れ渡ることになる。エウヘニア姉妹は、家族内ではフランス語を日常語として使い、スペイン語を正式に読み始めたのは12歳の時からで、ある。幼い頃から父に連れられ乗馬をし、時には焚き火をし、野営もするような遠乗りに出かけている。 水泳も幼い頃から好んだスポーツである。11歳の頃に、ブリストルにあるイギリス系の学校に、姉妹は入れられたが、家庭教師と共に、姉妹は脱走してしまう。この頃、メリメの紹介で、小説家のスタンダールと知り合っている。母のサロンに二人が現れると、ウジェニーたちは彼らの話に夢中になった。メリメは、ウジェニーの生涯の友となっている。 エウヘニアが十三歳の時、最愛の父ドン・シュカプリアーノは亡くなった。父が亡くなると、母マヌエラとの仲は、あまりうまくいかなくなった。姉のパカは、家族の英典のほとんどを相続し、千八百四十九年に、幼馴染みの第十五代アルバコウと結婚した。アルバコウに恋をしていたウジェニーはいつかは、アルバコウに嫁ぎたいと願っていたが、母は、静かな性格のパカを、 アルバ港に嫁がせたのだ。失恋の痛手から断層しマドリードの町をタバコを吸いながらカ歩したり、裸馬で町を失踪したり、闘牛場に断層して現れるなどの気候が五年ほど続たしかし愛してやまない姉夫妻を友人として認めることにし、生涯の友人となった。カトリックの教えが一時は自殺も考えたエウヘニアを救ったのである。 エウヘニアは二十一歳の時に亡き父の持っていた多数の称号を受け継いだ。八百五十三年に結婚するまでは、手場助博あるいは、モンティホ助博などの称号をいろいろ使用していた。しかし、家族の称号の中には、法的に姉が相続し、ある化けに渡ったものもある。父の死後、エウヘニアは、第九代手場助博になり、にその名が載った。ウジェニーの死後、 モンティホケの称号のすべてが、フィツイコールハメス・ストゥアルト家、アルバコ及びベルウィックコの下に渡った。この頃、エウヘニアは、フランスの社会主義理論家のシャルル・フーリエが提唱する、独自の社会主義思想に傾倒してゆく。もともと、フランスで学んでいた頃から、社会主義思想に興味を持っていたエウヘアだが、25歳になる頃にはこの考えにはついていけなくなっていた。 父親譲りの勇敢さと彼女の美しさの評判は、フランスだけではなく、やがて、ヨーロッパ各国へ伝わっていった。彼女は、各国の王公貴族から求婚されているが、すべてを断り続け、やがて、鉄の処女と言われるようになる。八百四十八年にルイナポレオン・ボナパルトが、第二共和制の大統領になると、エウヘニアは、母と共に、エリゼグでの、ミコ大統領、 主催の舞踏会に姿を現した。これが彼女が未来の皇帝と出会った最初の機会であった。1853年1月30日、エウヘニアは前年にフランス皇帝ナポレオン三世に即位していたルイ・ナポレオンとノートルダム大聖堂で結婚式を挙げた。それまでの短い間にナポレオン三世はカロラ・コンバーサ、 スウェーデンの早ーグスタフ4世、アドルフの元王大使バーサコーの娘、後にザックセン王、アルベルトの日となる、さらにビクトリア女王のイフアネフェオドラの10代の娘、アーデルハイトとの演談を断っていた。1853年1月22日の玉座からの演説において、ナポレオン3世は公式に彼自身の婚姻を発表した。 曰く、チンはチンのことを知らない女性よりも、チンが愛し、尊敬できる女性を望んできた。彼女によって、同盟は、いくらの犠牲を混ぜつつ、優位を有し続けることになるであろう。1月29日に、チュイルリー宮殿で二人は講シらに見守られ、結婚式が行われた。翌日には、ノートルダム寺院で、パリ大司教のもとに結婚式がもう一度、行われた。 いわゆる愛の駆け引きはイギリスのいくつかの風刺的なコメントによって見上げられた。タイムズ氏は以下のようなことを書いた。私たちはフランス帝国の年代期におけるこのロマンティックな出来事が以後最も強い反対と呼ばれてきたことを学び極度の苛立ちを刺激したと。ビクトリア女王も下凡的が効かない縁組と公式にコメントしている。皇帝一族内閣 そして、宮中の仮想グループやその隣人たちでさえ、誰もがこぞって、この結婚を驚きべき地辱と認識するふりをした。多くの称号と伝統ある血統を受け継ぐ二十六歳のスペインの白爵令嬢だが、彼女は、ボナパルト家に十分にふさわしいとは思われなかった。もっとも、ボナパルト家も二代前までは、辺境コルシカの小貴族にぎず、大革命の混乱に乗じて成り上がった。 帝室王家ででああるるがの1855年、イギリス王室からの招待で皇帝と共にイギリスを公式訪問した。結婚を反対されたビクトリア女王らと会うのが非常に気がかりであったウジェニーであるが、この公式訪問は大成功に終わった。クリーミア戦争における同盟関係を結び、ウジェニーはビクトリア女王から非常に気に入られ、二人は 生涯の友人となった。ウジェニーは公式訪問の際に、ビッキー王女、女王の長女、ビクトリア、後のドイツ皇后に、そっくりな人形をプレゼントし、その後は人形に着させるドレスをフランスから送り続け、最新流行のドレスをビッキーが着られるように配慮している。ビクトリア女王からは、画家のフランツ・ウィンター・ハルターを紹介され、多くの肖像画を残している。 翌年のパリ万国博覧会には、イギリス訪問のイに、イギリス王室の人々をフランスに招待した。1856年3月16日、ウジェニーはミコを生んだ。ナポレオン・ウジェヌル・ルイジャン・ジョゼフ・ボナパルト、ナポレオン四世である。ウジェニーの美しさ、気品とマナーの魅力は、皇帝支配の輝きに貢献した。彼女は、パウリー・ネメッテルニヒと大変親密な友人関係を、 持っていた。パウリーネは在フランスオーストリア大使の妻であった。フランス宮廷での彼女は社会的、文化的生活に重要な役割を演じる。ウジェニーが1855年につけた新しい骨組みのクリノリンはヨーロッパの宮廷ファッションに流行を巻き起こした。そして彼女が1860年代の終わりに大きなスカートを捨てると彼女の伝説メ 旧帝人、シャルル・フレデリック・ウォルトの奨励によって、ウジェニーのファッションは再び流行となった。ウジェニーの貴族的気品、ドレスの豪華さ及び伝説的な宝石は数えきれない。絵画、特に彼女のお気に入りの画家、フランツ・ヴィンター・ハルターによって記録されている。ウジェニーのマリー・アントワネットの生涯への興味は、ルイ16世の頃に人気があった、新古典様式の家具とインテリアデザインが、 宮廷の装飾に多用された。シックという表現は、ウジェニーの宮廷や第二帝政を表現する言葉であったと言われる。また、ウジェニーは、マリー・アントワネットの肖像画や遺品をコレクションし、それらを集めた展覧会も開き成功したが、中には、悲劇の王妃に傾倒する皇后を心配する人々もいた。きらびやかさや美しさだけが評価を受けるウジェニーだが、 実はフランスに突いで間もなくから事前活動に力を入れており、公務の合間には深々とベールをかぶり、お忍びで事前バザーや病院を見舞っていた。女性の社会活動にも影響があった。1866年には女性を初めて電報局で雇用している。ウジェニーはフランスで教育を受け、大変知性があったので、ナポレオン三世は、 よく重要な問題を彼女に相談していた。そして1859年、1865年、及び1870年の皇帝の留守の間、彼女は摂政として行動した。カトリックで保守的なウジェニーの影響力は、帝政のあらゆるリベラル勢力と対立した。彼女はイタリアでの教皇の世俗権力の忠実な守護者であり、ウルトラモンタニストであった。 このためウジェニーは憎まれ、しばしばフランスの反共権主義者によって中傷された。不仏戦争でフランスが敗れ、第二帝政が覆された後、皇后は夫と共にイギリスへと亡命し、ケント州のに居住した。イギリスでは王室や国民に歓迎され、丁重に扱われた。皇帝の死、1873年から12年後、彼女は、 ハンプシャーノにある別荘、シノス、古代ギリシア語で、コルシカを意味するに引っ越した、彼女は同じ名前の別荘を、かつて、カンヌ近くのカップイコールマルタンに建てていた。そこは、彼女が、フランスの政治に一切干渉せずに余生を過ごした、場所となった。ウジェニーは1920年7月に死去した。94歳であった。アルバコを訪ねて、スペインのマドリードに滞在していた。 サイの死であった。彼女はファーンバラのに夫と1879年に南アフリカのズールー戦争で戦死した息子、ナポレオン・ウジェーヌともに埋葬された。ウジェニーは様々な親戚に財産を残した。彼女の不動産はある化けに嫁いだ姉の孫が相続した。ファーンバラの別荘はすべてのコレクションともに夫の重帝ナポレオン公の息子。 ナポレオン後世子とナポレオン・ベクトル・ボナパルトが相続し、シノス相はさらにその妹、レキティアに渡った。同産は、ランスの大聖堂再建委員会に譲渡された十万フランを、除いて、近親者に与えられた。ウジェニーの没落した家族の友好協会は、1887年に、イギリスで、彼女が、ビクトリア・ユージェニー・オブ・バッテンバーグ、後に、 スペイン王アルフォンソ十三世の日になるの大母になった時になされた。バルモラル城で生まれたビクトリア・ユージェニーはスコットランドの長老派教会の洗礼を受けていて、この洗礼は初期のエキュメニズムの例だった。一世紀後、1990年に生まれたヨークー・アンドルーの次女はユージェニーと命名された。皇后は宇宙にも記念されている。 小惑星ウジェニアは彼女にちなんで命名され、その衛星プティプランスは彼女の息子にちなんで命名された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。